い、今日はヘッドライトを磨いてみたいと思います。これベンツの S クラス、実は台車で借りてるんですけども、あまりにもヘッドライトがかっこ悪いので磨いてみようと思います。実はね、もう片一方磨いてまして、わかりますかね、ね、これね、実はこれで磨いてます。ピカール金属磨き、これペーパーの3000番ぐらいの効果があるらしく、実はね、手で磨くと相当しんどいので、分かりますかね、ドリルの先につけるアタッチメント、これね、楽天で1500円ぐらいで売ってます。これ非常に重宝します。安物ポリッシャーはパワーがないのでほとんど磨けないので、ドリルね、これね、これはちょっと古い東芝のですけど、最近はもう海外産のやつで1980円とかで売ってるんじゃないでしょうか。非常にパワーがありますので、こちらがおすすめです。じゃあ磨いていきたいと思います。はい、このようにね、ピカールをスポンジの先につけました。ヘッドライトはね、あらかじめ洗っておいてください。で、最初はね、手で回していきます。ちょっと取り付けます、ね。でも、片手での作業になりますので、作業が終わりましたら、また手で動きをします。はい、磨き上がりました。ちょっと適当ですが、これにね、ガラスコーティングをしていきたいと思います。あんまり綺麗に磨くとね、勝手に磨いて何やってんだとか言われそうなんで、この辺にしておきます。このぐらいだとバレないでしょ。はい、完了しました。このコンボル S クラス、ちょっと見れるようになったんで、ないでしょうか。これですね、全作業時間、15分もかかってないんで、皆さんチャレンジしてみてはいかがと思います。ガラスコーティングはね、これも100点で3000円ぐらいで売ってます。ヘッドライトのガラスコーティングで検索したらいろいろ出てきますんで、好きなやつを買ってチャレンジしてみてください。それでは。